柳田のタイムリーで追いついています。ランナー二塁得点圏、中村手一塁は横を破っていた。中村手タイムリーとなるか。ライトからボール返ってくる。タッチはセーフ。鹿の速球は間に合わず、中村明タイムリー勝ち越し。ここで、まあ、リクエストです。夏井和夫監督、ただいま松井監督よりリクエストがありましたので、これよりリプレイ検証になります。川村がホームインをしています。どうでしょう、今度は砂で見えない。まあ、左手にタッチするかどうかですよね。このこの手が少し入ったのか。ここは選手のね、タッチがこう体にいっているか、それともね、左手にいってればという感じなんですけど、ね。今球審出てきました。中村明勝ち越しのタイムリー。ただいま松井監督よりリクエストがありましたので、これよりリプレイ